近距離に住んでいる息子のお嫁さんが先日赤ちゃんを出産しました。赤ちゃんはとっても可愛くて、本当に目に入れても痛くないほど。けれども生後3ヶ月の今、お嫁さんからこんな LINE が来たのです。え？どういうこと？お嫁さんは私の家に里帰り出産をしました。ベビー用品の準備から食事洗濯、検診の時の車の運転まで、すべて私がサポートしたし、お金も出したのに。こんなに尽くしてきたのに、孫に会いに来ないでなんて、こんな仕打ちある？おむつだけでいいのかな？その後はこうして雑用を頼まれて、玄関先に荷物を置いて、置いておいたよと LINE。上がっていってくださいも、孫に会ってくださいもない。もしかして、気づかないうちに嫌われるようなことをしていたのかもしれないな。お母さんは私のお腹が大きい時からすごく世話を焼いてくれて、私は10代の時に母を亡くしているので、本当のお母さんができたようでとても嬉しかった。けれども、赤ちゃんが生まれたら、なぜだかお母さんに近寄ってほしくない。赤ちゃんをあやしてほしくない。赤ちゃんを呼び捨てにしてほしくない。泣いている赤ちゃんを抱っこして私に少し休んでと言ってくれるお母さんが、鬱陶しくて仕方がない。最初は我慢していたけれど、ついに限界が来て。それなのに旦那は仕事で帰りが遅くて頼れないし、重いものは買えないな。結局お母さんを頼ってしまう。そんな私に文句一つ言わず、私のお弁当まで買ってきてくれるお母さん。お母さんは全然悪くないのに、私、一体どうしちゃったの？こんな風になってしまうなんて、私だけなの？これだ！お母さん、今まで失礼なことしてしまって申し訳ありません。でもどうしても今はお母さんと子供に接触してもらいたくないんです。原因はこれだと思います。ガルガルキ？どれどれ？子供を守る母親の本能、近しい人を嫌いになってしまう。赤ちゃんを触られたくない。他の人に赤ちゃんを取られそうで怖い。なるほどね。確かにあなたはこれなのかもしれないわね。本能的に赤ちゃんを守ろうとしていたのね。本当にごめんなさい。自分でもわからないけどダメなんです。お母さん？よかった。知らないうちにあなたに嫌われるようなことをしたんじゃないかって思っていたの。このままあなたにも孫にも会えないで、一生終わるのかもなって。でもガルガル期はいつかきっと終わりが来るのね。一緒に乗り越えましょう。ごめんなさい。お母さんが理解してくれたことで、時間を経て以前の関係に戻ることができた私たち。お誕生日おめでとう。今日はおじいちゃんも来たわよ。お母さんもお父さんもひっくるめて私の家族。ずっとこの家族を大切にしようと誓った出来事です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。